乾杯。酒匠日本酒学講師酒ディプロマ SSI 研究室専属テイスター4冠達成の吉川明です。さあ皆さん、こちら見てください。じゃじゃん。ポストにですね、この酒ポスト、こんなものが入ってました。一体何なんでしょうかね。こちらの商品、新潟初の日本酒のサブスクなんです。で、毎月お酒がね届くみたいですよ。ランダムに楽しみですよね、毎月。で、これお酒が中に入っているようなんですが、ちょっとね、この厚さ的にもこう大きさ的にも、もうなんかお酒入ってる感じ、どうですか皆さん、します？しないですよね。では早速開けてみましょうか。どんな感じなのか。よいしょ、どん。お、あ、まずね、この、ま、パンフレットが入ってます。よいしょ。で、毎月届く日本酒情報誌っていうのも入ってます。で、おお、面白いですね。え、これお酒なの本当に。え、ちょっと待ってね、確認するわね。あ、確かにこれもう100ミリサイズでパウチになってるんですよ。で、しっかりと品目が日本酒と書いてます。で、原材料とかも米麹、醸造アルコールというふうに書いてます。うん、日本酒のようです。これは面白いですね。とっても軽いですし、やっぱ日本酒ってね、まあまあ瓶に入っているものが多いので重たいんですけども、この100ミリサイズで届くっていうのがお試し感覚でいいですよね。で、面白いのがこの酒ポストっていうふうに書いてるけれども、銘柄が書いてない、どれも書いてないんですよ。うん、なんかその赤ラベル、ブラックラベル、白ラベルっていうのはねあるんですけど、そうで、どうやらお酒の銘柄情報はこの QR コードでチェック、読み取ってもらうと分かるそうですよ。まあ、みんなで作るこの感想グラフに参加したりとか、酒蔵に直接メッセージも送れるそうです。これは飲んでみないとまず分からないので、早速飲んでみましょうか。まずらっと並べました。可愛いですよねなんかオブジェみたい。早速このお酒を飲んでみましょう。真ん中のこの酒ポストです。本当面白いですね。100ミリで、私、まあ、お酒好きなんですけども、飲む量っていうのがね、あんまり そんなに普段飲めないので、この100ミリサイズっていうのが助かるんですよね。お、わ、本当にこの手で封をこう開けられるっていうのがいいですね。おお面白いよいしょ。これで100ミリサイズですね。おお、いや本当にこれは飲み切りですね。おお、へえ、これはなんかお酒弱い方にももってこいだし、試し飲みといっても最高ですよね。さてさて、どんな味がするのか。乾杯。もうちょっと色を取ると、ちょっと淡い黄色みかかってるかしら。まあでも無色透明近い感じ、クリアです。おお、あ、これね、なんか香りプンプンっていうような、銀杏花っていうよりも、そのあのミントとか、その爽やかな香りがします。お花の香りも、まあ、スイカズラとかもね、香りがしますけれども、うん、お、あ、これは食中酒としていいかも。うん、ね、どっちかって言ったら酸味に特徴があって、その旨味ももちろんあるんですけれども、軽快なタイプです。うん、どっちかって言ったらソフト&スムースっていうか、
こう軽快な感じなので、まあね、今もうすでに6月ですけれども暑いじゃないですか。どんどん7月8月にかけて飲みやすい、もっとグビグビ飲めちゃうぐらいですね。はい、おー、これは、うん、お料理邪魔しないというか、こうね、お魚料理であったりとか、うん、お作りとも相性が良さそうですね。うーん、おー、これね、しかもそのまあ、シーン的にもこのパウチに入っているから持ち運びも便利だし、バーベキューとかアウトドアとかそのレジャーに持っていくのももちろんいいと思いますよ。すごくコンパクトですし、かさばらない、重さもそんなお酒の瓶持っていくよりも軽いですし。さあもう一本開けてみましょう。このブラック、ブラックボトルですね。よいしょ。さあ面白いわ。よいしょ、入れまーす。この入れるの面白いですね、この パウチに入って。よいしょ。お、これはね、さっきよりもこのレモングラス色ですね。ちょっとあのイエローゴールドというか、はい。それでは乾杯。おお、これはね、ちょっとなんかヤマハイとか肝とっぽい。うん。おお、これはあのなんかカスタードクリームとか、うん、あの木の香り、ヒノキの香りとか、うん。このつきたてのお餅とか、そういうあの蒸した炊いたご飯とか、そんなね、穀物の香りがします。まあ普通に考えたらお米でできてるのでね、穀物の香りするのは当たり前なんですけれども、うん、おー、さっきよりもあのボディ感がありますね、コクのあるタイプ。うん、だけれども後味が軽快、あれば軽快感があって、うん、へえ、うん、やっぱそのテクスチャー的にもやっぱりスムースですね。おお、これ私ね、中身というかどんな銘柄かわからないにしても飲み方良かったかも、選ぶ順番っていうのも、やっぱりそのさっきの赤の方がどっちかというと軽快なんですよ。うん、でこっちの方がちょっとボディ感があるので、でこのボディ感のある方はちょっとあの煮魚とか、さっき魚料理って言いましたけれども、そのお出汁の効いた煮魚とか、こうなんだろう、お鍋料理とか、であとお肉料理にもいいですね。はい、うん、へえ、面白い。うん、うん、しっかりボディ感があるわ。美味しいと思います。これが毎月そのさまざまなお酒が届くっていうのがいいですよね。こうなかなか自分では選ばないものがね、飲めるっていうのもいいですし、で逆に、あ、意外と普段飲まなかったタイプ、あ、私これ合うわとか好みだわっていう発見にもつながるので面白いですね。なんかこう先になんか情報があまりないので、こう先入観なく飲めるっていうのもいいです。はい、でここのね QR コードに書いてますけれども、こう感想とかも皆さんにシェアできるようなので、皆さんどういうふうにこうコメント書いてるのかっていうのもみんな勉強にもなりますし、こう酒蔵さんに直接メッセージも送れる。へえ、ちょっと私も覗いてみようかなっていうふうに思います。さあ今回は新潟発日本酒サブスク酒ポストを紹介しました。で興味のある方は皆さん酒ポストで検索していただくと詳しい情報を見られますので、よかったらチェックしてください。ということで皆さん、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。メンバーシップの登録もお願いします。以上、日本酒女子の酒講座でした。またねー。